チェスター・コンクリンはアメリカ合衆国の俳優、コメディアン。1910年代から約半世紀にわたって約300もの映画に出演し、1910年代はコメディ作品の常連として、チャールズ・チャップリーンやロスコー、ファッティアー・バックル、マックス・ウェイン、メーベル・ノー・マンドラと共演を重ねた。特に、スウェインとは、キーストン社時代からコンビを組み、スウェイン演じるキャラクター。 アンブローズ氏と対応なす独特の口ひげが特徴のキャラクター、ウォルラス氏を演じた。1920年代以降はコメディの他にドラマ性のある作品にも出演するようになり、陶器ーー時代の到来を経て第二次世界大戦後まで細く長く活躍を続けた。チェスター・コンクリン、本名チェスター・クーパー・コンクリンは1886年1月11日、 アイオワ州オスカルーサに生まれた。家は工業の盛んな地域にあったが、親はコンクリンが役人になることを望んでいた。しかしコンクリン本人は地元の祭りで朗読の賞を取ったことをきっかけにコメディアンになることを望んでおり、父親の承諾は得られないと読んでいたため家出を決行した。セントルイスに出てきたコンクリンは、 ジョー・ウェーバーとルー・フィールズが主催するボードビルの舞台、ゲルマンに顔を出す。飛び入りながらも役を得たコンクリンは一座の先輩からアクセントの強い語り口と生打ちのような口ひげを伝授してもらった。ウォルラス氏の誕生である。以降、コンクリンはウォルラス氏というキャラクターを抱えて様々なボードビル一座やサーカスを渡り歩くこととなった。九百十二年の冬。 コンクリンは、ベネツィアで巡業中に、マック・セネットと出会う。映画館でセネット率いるキーストン社の作品を見た、後にキーストン社への所属を決意し、1日あたり3ドルのギャラで契約を結んだ。キーストン社には6年あまり在籍し、キーストンコップスの一員になったほか、ウォルラス氏のキャラクターを、キーストン社でも披露して、マックス・ウェインのアンブローズ氏とコンビを結成し、 アンブローズ氏とウォルラス氏は芝叩く間に人気を得るシリーズとなった。1914年にチャールズ・チャップリンがキーストン社に入社するとチャップリンのキーストン社での第一作成功争いから共演を重ね、ウォルラス氏はチャップリンのキャラクター、チャーリーともよくマッチした。チャップリンやスウェイン、メーベル・ノーマンドと共にキーストン作品の顔となったコンクリンではあったが、やがて ウィリアム・フォックスが創設したフォックスフィルム・コーポレーション、後の20世紀フォックスと接近するようになる。セネットはコンクリンの遺跡を阻もうとしたものの、最終的にはコンクリンはキーストン社を去ってフォックスフィルムに遺跡した。もっともコンクリンは間もなくフィックスフィルムと契約を解消し、以降はフリーランスとして活動することとなる。1920年代に入り、 コンクリンはコメディ以外にも活躍の場を広げ、エディ・ヒフホンシュトロハイム監督の1924年の映画グリードではザ・スピッツ演じるヒロインの父の役を演じる。また、フリーランスとしてファーストナショナル、ゴールドウィン、パラマウント映画とその前身のフェーマスプレイヤーズ、ラスキーといった様々な映画会社の作品に顔を出すこととなった。W.C. フィールズ、 ダリル・エフ・ザ・ナックの長編作品にも出演を重ね、1930年代に入るとコメディに回帰する。サンバカ大将の一連のシリーズのほか、1936年のモダン・タイムスでチャップリンと久しぶりに共演し、往年のウォルラス氏の紛争で義手を演じた。1940年の独裁者にも出演し、チャップリン憤するユダヤ人の床屋に、 ラジオから流れるブラームスのハンガリー部局第5番に合わせて髪と髭を手入れされる客を演じる。第二次世界大戦後もベティ・ハットンら若い世代の役者と共演したが徐々に衰退期に入り伝えられるところによればクリスマスのシーズンにサンタクロースに扮した売り子としてロサンゼルスのストアに登場したこともあったという。コンクリンは生涯に4回の結婚をした。 1913年にミニー・ヴイ・グッドウィンと結婚し、20年間連れ添った後、1933年に離婚した。1934年5月5日には、マルゲリータ・ルースと二度目の結婚をする。マルゲリータは、生まれてすぐに重度の関節炎で歩行が困難になるなどハンデを追っていた女性であったが、チェスターが腕利きの意思を手配するなど、 献身的に尽くした結果、マルゲリータは人生で初めて歩けるほど症状が改善したものの、4回目の結婚記念日を迎えた直後の1937年5月17日に合併症で亡くなった。1949年にバルタシー・ジェネシーと3度目の結婚を行ったが、1965年以前に別れている。 チスターは1960年代からは病気がちとなってしばしば入院するようになったがそのさ中に患者仲間で当時65歳のキャサリン・ジューン・アイル・エス・グンターと恋に落ち1965年にラスベガスでキャサリンと4度目の結婚をした二人はロサンゼルスのバンナイズ地区に移り住み結婚翌年の1966年に制作されたヘンリー・フォンダ支援の テキサスの5人の仲間が、コンクリンにとっての最後の出演作となった。1971年10月11日、コンクリンは85年の生涯を終え、遺体は仮装に付された上で、灰は海に巻かれた。存命中の1960年、コンクリンはこれまで映画界への貢献が評価され、バインドリ1560番地にハリウッドウォークオブ、フェームの星が刻まれた。 コンクリンはフリーメイソンであった。1916年9月18日にフリーメイソンとしての階級を昇級したインターネットムービーデータベースのデータによる。ありがとうございます。